ました。はい、両首脳が滞在したホテルは、はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。ですね、今日は道東手に入りましたよ。こちらです。はい、道東手に入りました。これです。これ、よいしょ、入れて、ほら、はい、今度、まあ、まだちょっと先なんですけど、8月4日に、アスペクタで行われます水木奈々さんの全国ツアーのチケットです。熊本でやるのがこのアスペクタなんですね。で、普通ならどこかの会場とかだったと思うんですけど、なんとびっくりのアスペクタっていう、まあ、ちょっと真意が僕はよくわからないので、なんとも言えないんですけど、まあちょっと時間も夕方からなので、まあどうにかいけるかなと思って買いました。で、よいしょ、一応2枚買ったんですけど、まだ行く相手が決まってません。とりあえずちょっと撮影ができたらいいなと思って、周りの友達には言ってはいるんですけど、まだなかなかですね、先のことなので、予定がつかないと。まあそうですよね、僕も言われても多分うーんとしか言いようがないのであれなんですけど、ちょっと楽しみです。いやー、いいねー。一応立ち位置指定っていう形にはなっているんですけど、まあね、アスペクタって皆さん知ってますか、あの野外なのでどうなんですかね、どんな感じに席っていうかそういうのができるのかがよく僕はわからないので、ちょっと他の人に聞いてみたいと思ってたりします。いやー、いいですね。いやー、そういうことなので、ちょっと8月楽しみなイベントができました。とりあえずちょっと僕なかなかこういうライブとかっていうのが行きたくても行けなかったので、ちょっと今回はせっかく水木奈々さんも来るってことで、楽しみたいと思います。それでは。